それではですね、DIP PLC というのをちょっとご紹介したいと思います。今回、ご紹介する DIP PLC はこちらですね。今、PIC の 16F88 というマイコン、こちらの中に、ラダーですね、ニーモニックでプログラムをかける、そういったようなプログラムが入っております。事前に OS が入っているようなものになります。で、今、シリアル経由で、そのニーモニックを書き込むと、プログラムが動く。そのニーモニック自体は、ラダーのような形ですね。ラダー言語で書いたニーモニックを書き込めば、PLC のような形で使うことができるというのが DIP PLC になります。で、一応3端子レギュレーター、電源ですね。それからコンデンサー、プルアップテークをつけておりますんで、今、この DIP PLC 単体で、負荷装置ですね、動かしたり、TTL レベル、5V のレベルなどであれば動かすことができます。一方、その周辺回路がいらないということであれば、OS 書き込み済みのこちらの CPU 使っていただければ、かなり小さな制御機器、CPU 作ることができるかと思います。で、今こちらの DIP PLC ですね、プログラムを書き込むためのシリアルのピンがこちらに出ている形になります。こちらを使って、制御回路をですね、コントローラー作ることもできるんですが、一方ですね、これを評価するための評価ボードというのもご用意させていただきました。それがこちらの EGPLC と記載してある、ボードになります。今 USB のケーブルを挿して USB の電源でこの DIP PLC を動かしているという形になります。で、今ですね、USB のチップ載せておりますんで、汎用の IO ポート、シリアルポート、コムポートですね、ということで認識されます。ですんで、特にシリアル変換器、USB シリアル変換器などを用意しなくても、 USB のケーブルを挿していただければ、プログラム開発できる、そういったボード、評価ボードとなっております。これを EGPLC と私の方は、名前を使って付けて、販売させていただいております。で、今、こちらがですね、DIP PLC となっていて、この中に、ラダーで作ったニーモニックを書き込んでいただければ、その動作でプログラムは動くよという形になります。今、その入力を外部端子台にセンサーをつないでいただくこともできます。この評価ボード上のボタンを押すことで入力を入れるということもできます。今これ事前にラダーが入っているので、そのラダーに従って動いているというような形ですね、なります。で、今こちらの方、タイマーの回路も入ってますんで、一時ボタンを押し続けるとタイマーが働いて LED がつくといったような回路ですね。後ほどこれの作り方、アップさせていただきますんで、こちらですね、こういった形でスイッチを用意しているのと、あと LED で出力を確認できるようにしておりますよ。あと、それぞれ端子台のところに、こちらが入力ですね。向かって左側が入力センサーなどをつけることができます。グランドに落とすことで信号をオンという形になります。一方、右側についてはこちらは出力をつなげる、そういった端子になっております。今 TTL、 トランジスタ出力ですね、トランジスタアレイからの出力となっていて、トランジスタで、グランドに落ちるようになっておりますので、外部回路はプラス側ですね、プラスの電源から負荷回路につないでいただいて、端子台につなぐといったような形で使えます。
実際に 24V をかける場合については、今ですね、USB から 5V で動くようにしてるんですが、勝ち合っちゃいますんで、ですんで、この 5V を供給しないようにするために、こちらジャンパーピンをご用意しております。こちらを外していただいてご利用いただければ、24V と 5V、これを分割することができます。あとですね、今こちら DIP PLC は入力8ピン、出力6ピン、ご用意してあるんですが、入力8ピンのうち2ピン、X4 と X5 は AD 変換で、アナログ値を取得することができます。0から5V、これを0から1023の範囲で変換して取り込むことができます。これはマイコンのプログラムですね、設定をちょっと変えていただくのと、あとこのジャンパーピンですね、こちらをアナログの入力にしたい場合は、こちら AI といったような形で下にジャンパーを飛ばしていただくと、今アナログの入力用のピンというのがこちらご用意してありますので、こちらにつないだ信号の電圧値、これをデジタル値に変換して取り込むということができるようになっております。一応これが EGPLC という評価ボードとなっておりますので、こちらの方のご紹介になります。